こんにちは、高萩のりとしの一人放送局です。ご無沙汰をしております。新学期になりまして、4月を迎えました。新しい職場に移られた方、生活環境が変わった方いらっしゃると思います。どうぞお元気でご活躍をください。私はというとですね、3月はちょっと旅の方も落ち着いていたんですけれども、4月いよいよ今週末からですね、毎週ごとにですね、あちこちに出かける旅のロードが始まります。で、その前にですね、ちょっとまあ内輪の事務仕事をですね、結構やらなくちゃいけないことが溜まってまして、ゴリゴリ進めておりましたのと、あと出版がですね、原稿出したの出さないのいろいろ言っておりましたけれども、いよいよ今日の24時で校了ということで、原稿ってね、こう出てきたやつを構成して戻してっていうのを、丁寧な出版社さんですので3往復ぐらいしてですね、で、今日の24時で最終校了しようということで打ち合わせましたので、この動画をご覧いただいている頃は全ての原稿が出版社さんに渡ってですね、5月のおそらく20日頃発売に出るんじゃないかという段取りで今組んでもらってます。詳細決まりましたらまた出版の方はご案内させていただきます。旅の本です。クレームとかサービス出さないんですかというふうに、お問い合わせもいただいてるんですけれどもね、順に追って出していきますので、こうご期待ということで、まずは旅の本でぜひ癒されてほしいと思います。はい。で、4月からですね、番組編成変えますよみたいな話をしてですね、まだですかまだですかというふうに言われてたんですけども、大きく変更することはですね、ライブを毎日夜10時ぐらいからですね、だらだらやって皆さんと、あの、さだまさしの放送局みたいに楽しんでいたんですけれども、まあ皆さんのお時間をね、楽しみにしてくださっている方とありがとうございます。見逃し配信で見る方がですね、やっぱり、ね、1時間だと長すぎるという声が遠くから聞こえてきて、直接クレームみたいなのはないんですけどもね、大変だと思いますので、こういうプレミア配信という形にして、20分ぐらいでこう切り上げてですね、まあ、皆さんの睡眠時間を奪わない。それから朝ご覧いただいている方もね、こうギュッと凝縮した情報をお届けしたいと思いますので、基本的には、まあ、時間は夜10時ぐらいに固定しようと思ってるんですけど、ちょっと今日遅くなっちゃってごめんなさい。見逃し配信の方もご覧いただきやすいように、それからプレミア配信の方も皆さんの貴重なお時間を奪いすぎないように気をつけたいと思います。私がいろんな方の動画を見ている中で、20分ぐらいの動画だとね、隙間時間で一本見られると思いますので、そのぐらいの尺でいきたいと思います。はい。で、今日お伝えしたいこといくつかありましてですね、まずですね、今日の、テーマ、タイトルに書いてあるね、お助けマンって何って話なんですけど、私の仕事って何なんだろうってことを3月中にずっといろいろ考えていて、で、動画をずっとこの5年間協力してくださってる動画の大木さんともね、ディスカッションをした中で、私何やってるんだろうって時に、旅の仕事ですよとかね、障害者や高齢者の方、旅に出にくい方の旅の外出支援みたいなこともこの24年間やってきましたし、一方でもう20年近くサービスというキーワードで日本のその過剰サービスとかおもてなしってどうよみたいな、ちょっとこうサービスの王道をおやりになっている方かすると、社に構えたようなね、角度からサービスの本質って何なんだろうってことを、これが私の車輪の両輪だったんですね。でも風の時代になってきた時に、土の時代からね、風の時代にこう変化をしてきた時に、旅とかサービスってキーワードはもちろんこれからもこの車輪はこう漕ぎ続けていくんだけれども、何やってるんだろうって考えた時に、出版にしても講演セミナー、もちろんこの YouTube にしても旅にしても、なんかね、ちょっとおこがましい方なんですけども、人を助ける仕事をしてるんじゃないんですか高萩さんはっていうふうに言ってもらえてですね、自分はそんな認識は全然ないんだけれども、例えば自分で旅になかなか出られなくて旅を諦めている人を確かにサポートね、側面支援という形で助けてるのかもしれない。で、経営者やそれから現場の第一線の方、管理職の方が現場でさまざまな悩みを抱えていて、で、そういった、よろず相談をね、さまざまいただくんです。で、なんかね、ランチェスター戦略的に言うとね、
一つに絞れって言うんだけど、6つも8つも7つも8つ出てくるんですよ、私大きく分けても。で、絞りきれてないじゃないかって自分でね、自分を責めてたんですけれども、でもよくよく考えてみたらすごく絞れてて、私は人を助ける仕事しかしてないんだって思ったんですね。たとえそれが旅であろうと、あとちょっと例えば昨日ショートメッセージにね、最近急に血圧が上がったんですってね、高血圧の相談とか、あとちょっと身寄りがないね、ご年配の方が気分が悪くてすごく困ってるんだとかね、でこれを自分の範疇外ですと、私は旅行のことしかやりませんとか、講演研修しか受けませんっていうのも違いますよね。だって困ってるんですっていう人を人として助けたいじゃないですか。で、私の仕事の信条っていうのは、仕事っていうのは親切だと思ってるので、人に親切にしておけば間違いないっていうことを子供の頃からね、うちの母からずっと言われてきて、で、いつもいつも親切にできるわけでもないんですよ。でも私は何のために仕事をしてるかっていうと、やっぱ困ってる人に親切にして差し上げて、で喜んでもらう、いや助かりましたって言ってもらえることが仕事なんだなっていうふうに思った時に、全部つながるわけですよ。旅もサービスも経営者からの相談も高血圧のこともね、あとまあちょっとお身内の方が癌になっちゃったんですとかね。で、それをなんかどこまでが仕事でどこまでがボランティアでとかっていう線引きってナンセンスで、それが実際ビジネスとして成り立つかどうか別にして、とにかく、ね、困ってる時のファーストゲートとして相談してもらえてるんだから、まあ、その期待には応えたいなという、そんな感じで、これからもやっていきたいと思いますので、その、フロントエンドっていうのかな、もう最前線に位置するのがこの YouTube だと思ってますので、 YouTube という接点を使って皆さんとコミュニケーションを図りながらね、これからも自分のビジネスをブラッシュアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、概要欄にも貼ってありますけれども、ご質問お悩み大歓迎でございます。テレビよりもラジオの方が視聴者によく近いって言いますけれども、それはなんかちょっとこう SNS とかメールとか、昔だったらハガキでスタジオに届いたものをこうリスナーからのお便りですって読み上げることによるコミュニケーションみたいなのがラジオにはありましたよね。テレビってね、多分ねちょっと天狗になっちゃったんだと思うんですよ、まあ、テレビ関係の方ごめんなさいね。でもやっぱり視聴者からすごく遠い存在ですよね。で、ラジオってちょっと近い感じがする。でも YouTube はこうチャットの機能なんかを使ってリアルにつながれるって、さらにコミュニケーションが取りやすい、とっても優秀なツールだと思いますので、ご質問ね、チャット欄とかコメント欄から入れていたのも全然 OK ですし、概要欄に質問のメールフォーム入れてあります。で、本名は全然必要ありませんので、メールフォームでいただく場合はメールアドレスだけ入れていただくようになりますけど、ハンドルネーム、ニックネームで全然 OK ですし、メールアドレスもちょっと嫌だなっていう方はですね、コメント欄に入れていただけたらですね、全部目を通しておりますので、順次お答えしていきたいと思っております。はい、ということでね、まあ、お助けマンですよと。それから、番組編成なんですけども、悩みに悩んだんですけど、やっぱね週1回とか2週間に1回だと多分できなくなるので、努力目標としては月曜から金曜の平日は毎日何がしか、たとえ5分でもいいのでアップしたいなと思っています。ただ、基本はライブではなくてプレミア配信、時間予約をして、事前に撮影した動画をアップするという形にしたいと思いますので、月曜日は、競争チームメンバーの限定動画ということで、今メンバーシップでいくつかのコミュニティを持っておりますので、競争メンバー、それからベルテンポカレッジのメンバーの皆さんに配信したいと思ってます。ベルテンポカレッジどうやったらメンバーになれるんですかって、この間ご質問もいただきましたので、ベルテンポカレッジって入れていただいてもいいですし、メールでもコメントでも質問ください、興味がありますということでね、はい、もちろん競争チームメンバー大募集でございます。それから火曜日、今までは月曜日は競争チーム、火曜日がクレームタイムだったんですけど、月曜日に競争チームとベルテンポカレッジ向けの限定動画を撮りますので、火曜日をクレームの日にしたいと思います。で、クレームの動画ちょっと
まあ、4月5月中ぐらいまでに大木さんのご協力いただいてガッと撮影してですね、またこう短い尺のやつをテーマで上げていきたいと思いますので、これもね、皆さんのお悩み大募集でございます。で、それとは別にプレミア配信ということで皆様からのクレームのお悩みにお答えする形で火曜日に配信をしていきたいと思います。ね、今ね、医療のクレームについてちょっとお願いできないかというリクエストをね、医療関係者の方からいただいてました。まあ、こうテーマもね、深いんですけどもね、一言で語れるようなね、フィールドでもないんですけども、医療関係者の皆さん本当クレームにお困りだという話も聞いているのでね、何か解決策をご提示できたらなと思っているので、そんなテーマで毎週火曜日にね、クレームをキーワードに配信していきたいと思います。これは、クレームのサブチャンネルからの配信になります。ちなみに月曜日は共同チームのチャンネルがありますので、そこから限定、で配信になります。水曜日、サービスのあれこれっていう、これがサービスの本質塾のこのチャンネルで今まで通りサービス界隈の話をしていきたいと思います。木曜日はね、まあこれも旅で固定したいと思うので、旅に出ていない時は木曜日に旅界隈の話をしたいと思います。金曜日はベルテンポの本棚ということで、週1回本を紹介しようと思っていたんですけども、なかなかちょっといい本に出会えなくて、で出会えてない理由は最近読書のおすすめさんにお邪魔してないからね、これも私が悪いんですけども、ちょっとね、月に1冊ないし2冊ぐらいのペースダウンさせていただきたいと思うんですけども、いい本をシェアしたいときは皆さん金曜日にお届けしたいというふうに思っていますので、こんな感じでいきたいと思います。それから旅に出ていますチャンネルですね、旅先からのライブ配信はこれからも積極的にやっていきたいと思いますので、今週の土曜日静岡県に行きますね、御殿場の宝手さんに行きますので、その日の夜ライブ配信したいと思います。また来週末からね、ちょっと京都で講演の仕事をいただいてまして、まあ京都は日帰りなんですけども、翌日から九州に出かけますので、まあ九州各地から配信していきたいと思います。はい、そんな感じでですね、まあ、じゃあ誰助けるのっていうことをちょっとね、やつ書き出しましたのでね、皆さんに発表したいと思います。一つは旅に出にくい人を助ける。二つ目が悩める経営者を助ける。もうね、実直で真面目な経営者の人ほど悩んでるんですね。それから悩めるマネージャーを助ける。管理職の人たちは板挟みになっちゃってるんですね。でもちろん、心折れそうな現場のスタッフを助ける。多分、私の視聴、この YouTube をご視聴いただいている一番多いボリュームゾーンがね、この現場の最前線で、ご苦労されている方々だと思います。で、および接客、それから、まあ、過剰なおもてなしの要求、サービス過剰要求で悩んでいる人たちを助けると。それから、まあ、医療や介護のまあ、ちょっとこうクレーブ産業というかですね、感情労働に携わっている方々を助けたい。もっと具体的に言うとクレームのサブチャンネルで、日々現場のクレーム悩んでいる方々を助けたい。で最後はまあ、これもライフワークとしてね、ずっとビール会社さんとね一緒に取り組んでいた養護施設の子どもたちのことがちょっと気になってましてですね。で、今そのプロジェクト終わってしまったんですけども、養護施設の子どもたちとか、やっぱりその家庭環境に恵まれないとか、様々な理由で、ちょっとこうね、悶々としてる子どもたちを、私の競争チームのメンバーなんかも自立支援ホームなんかでね、立ち上げて本当頑張っているので、直接的に子どもたちにできることは、多分ベルテンポカレッジを通じて、知恵を授けることだと思ってるんですけども、そういった若い人たちをこうサポートしようとしている人たちを助けるっていうね、こうバックアップみたいな、そういうことも積極的にやっていきたいというふうに考えています。はい、こんな感じでですね、これからも YouTube 配信していきたいと思いますので、今日はご挨拶の配信ということでですね、今年度もどうぞよろしくお願いいたします。季節の変わり目です。もうなんか桜吹雪でね、うちの近所も桜すごい今も吹いてましたけども、あとね、市川ってね、隣梨畑なんですけどね、白い花咲くんですね。市川に来てからね、あ、梨って花が咲くんだって思ったんですけど、今この私が住んでる界隈はね、ちょうど梨が花をつけていてね、なかなか
見頃でございます。ということで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。